こんにちは、速稼塾の久保です。今回からね、花屋龍馬シリーズなんですけども、ちょっとね、趣を変えていきまして、まあ、成功するためにどういうふうに考えていけばいいのかなってことを、まあ、私の体験と私の知識からお伝えしていこうかと思うんですよね。で、私はいつもこう思ってます。遠くに目標を持つね、言ってみればものすごく遠くにですね、自分が到達したいための山を設定して、そこに旗を立てるんですよね。で、その後はその目標旗を見るんではなくて、足元のことを日々こなしていって、千里の道も一歩って感じですよね。さあ、これをね、言葉にまとめると3つぐらいに分解できるんですけども、まずはですね、成功者として、成功者ってのは何かっていうと、誰かの設定した成功者じゃないですよ。あなたが人生をかけてどこに向かうのかっていうこと、それを達成したら成功なんですよ。で、何も思ってなければ成功はありません。ただし失敗もありません。ただこうなりたい、ああなりたいって思えば、そこで成功したのか成功してないのか、それとも発展途上なのかってことが測れていくんですよね。例えて言えば、100キロ先に自分の目的地があるとして設定したとしてですね、自分が一歩を踏み出せば少し近づいてるんですよ。でも今日寝ていれば近づいていないですよね。反対方向に向かえば遠ざかってしまうんですよ。だから設定するポイントっていうのは大事になってきます。ですので、このね、3つにまとめると、どこを目指してるのかをちゃんとね、目的を理解してるかってことなんですよ。これどこに行ってるのとか、何を理想としてるのっていうふうに聞かれた時にポンと答えられなければ、それは目標設定ができていないってことになりますんで、これね、ほとんどの方ができてないんじゃないですかね。で、2つ目なんですけども、どうしてそうしたいのかっていう理由、これがね、はっきりしてるかってことなんですよ。ね、億万長者になりたい、もうそれは具体的に言うと、銀行口座に10億円ある状態だと。いつまでに、30歳までに、40歳までに。そして、なんでそれがしたいのって言ったら、この10億円はこういうふうに使うために必要なんですと。1年かけてもできないんですっていうふうに、どこまで明確になってるかっていう、その理由のことですよね。目的、そしてその理由、これが最初のポイント、2つ目のポイントになってきます。じゃあ3つ目のポイントは何かっていうと、どうやったらそこにたどり着けるか、その方法が分かっていますかってことなんですよ。ね、夢とか理想だけはあるけれども、そのためにどうすればいいか分からなければ永遠に近づきません。ね、100キロ先に行こうと思ってもね、海の真っ只中に100キロ先のポイントがあったらどうします？歩いてはいけませんよね。自転車でも無理です。車でもダメですよ。そこには船という手段、もしくは飛行機という手段を用いなければなりません。じゃあ船や飛行機、あなたは持ってるんですか、操縦できるんですか、操縦士を雇えるんですかってことになってきますよね。だからこれが、そこに行く方法を理解してるんですかってことなんですよ。じゃあお金をしっかり稼ぎたいと、10億円ではないけども30歳になるまでに1億円を貯金口座に入れたいんだと思った場合ね、じゃあその1億円を稼ぐための船を持ってますか、もしくはその運転手を雇ってますかっていうことになると、これをビジネスで例えると、どこかの塾に入って塾の先生に教わってますかとか、ノウハウがありますかってことになりますし、そのノウハウとその入ってる塾とかね、コンテンツっていうのが自分を目的地に連れて行ってくれるための正確なものであるかどうかってことも考えなければなりませんよね。多分多くの方がやってるつもりだけども、この3つが揃ってないんじゃないかなと思うんですよ。まずはどこに向かおうとしてるのかってことを聞かれてもよくわからないと。成功の形はそれぞれだからとかね、とりあえず今を抜け出したいとかね、なんか違った人生、何かきっかけがあれば、もう全部曖昧なんですよ。たどり着くわけないですよね。だって曖昧なわけですから。うん、で、旅に例えると、アメリカに行きたいのか、アメリカのどこに行きたいのか、ニューヨークなのか、ブリスベンなのか、分かってないんですよ。もうね、もうハワイとニューヨークってだいぶ違いますからね。じゃあアメリカに行きたいんだって言っても、たどり着いてみたらニューメキシコ州かもしれませんよね。どうするんですかって話ですよね。だから目標は明確に明確に明確に、最後の1円まで明確にする必要がありますし、その1円をなんで必要としてるのかっていう理由も細かいところまで設定する必要があります。そしてどうやったらそこにたどり着けるのかってことも、こと細かくね、設計図が書けなければ、これはたどり着かないんじゃないかなと思いますよね。まあ、ですので私は思いました。自己アフィリエイトを最初に知った時に、これで1億円稼げると思ったんですよ、ね、それは直感で思っただけかもしれませんけども、それを分解していって確かにいけるなと思ったのは、日々の行動に落とし込んでいきました。それはまずは自己アフィリエイトを自分でやっていくことによって、自己アフィリエイトいくらやっても1億円にいかないという現実ですよ、ね、これはいくら歩いても自分の人生が終わるまでにアンドロメダ銀河までいかないっていうのと同じぐらいです。だから自己アフィリエイトで案件を探して、久保さん、自己アフィリエイトの案件もういいのないですかって聞いてる人っていうのはずっといかないんですよ。金持ちにならないんですよ。そうではないと、
自己アフィリエイトという方法があると、自己アフィリエイトでお金を2万5万10万と稼ぐ方法があるとしたら、じゃあ2万5万10万を稼げるようなノウハウを人に教えることによって、講師代を稼いでいくってことによって、自分が徒歩から自転車やバイクに乗るっていう方法に変えていけるんですよね。それでも1億円稼ぐには、例えば1日に5人に教えて2万円もらって10万円だとしても3年かかるんですよ。でも1日に5人教えることはまず集客が難しいというふうに考えたときに思ったのが、これは自己アフィリエイトの方法を教えるだけでは10年かかってしまうなと。1億円もらうのに、1億円稼ぐのに10年かかると思ったんですよ。で、10年かかっても悪いことはないんだけども、自分の人生の残り時間を考えたら、まあリミット長くて3年だなと思ったんですよね。じゃあ長くて3年自己アフィリエイトを稼ぐときに、自己アフィリエイトはダメだなと。自己アフィリエイトと何かを組み合わせてさらに、売り上げを加速しようと思ったら、だいたい10万円のものが毎日売れるようにしないといけないな。少なくとも20万円のもの、30万円のものが月に3本4本売れるようにならなければならないなと思った時に、自己アフィリエイトとブログと YouTube と Twitter みたいなのを組み合わせてですね、それを全てコンテンツ化して速稼塾っていうものの原石ができたんですよね。それが19万8000の一番最初の速稼塾だったということです。これが週に1本から2本売れたんで、月収100万っていうのを楽々クリアしたと、プラスですね、アフィリエイトの自己アフィリエイトからアフィリエイトに進化した私のノウハウが100万円を作ってくれたりとかしたんで、まあこれでね、200万円っていうのが突破できたんですよ。それ以来ずっと200万円から300万円の間で推移してて、たまに月間で1000万、2000万になった時が1月とか2月にね、跳ね上がったりする時もあったんですけども、まあ大体そんな感じでね、私はこの8年いけたかなと思いますね。で、途中から暗号通貨の投資の効果も出てきて、それはここ数年なんですよ。本当にね、2017年ぐらいから FXをはじめとする、投資を私のポートフォリオの9割ぐらいに振り向けた時に、大体そこからの取り出せる金額ってのも顕在化して増えてきたかなと思いますよね。まあ FX にしてもそうですし、暗号通貨にしてもそうですし、これ全てが利益になってきましたね。でもそれは最初に情報収集をするようなアフィリエイトを通じた情報の扱い方を最初の3年5年で学びきれたかなと思いますし、まあなんせね、あれができましたよね。一つの媒体がメールマガジン2万人とか Facebook 5000人とか、速稼塾っていうものそのものも1000人以上の塾生さんがいらっしゃってね、毎日、数百アクセスを取れているっていうところで、まあ、販売とかね、この前やったクラウドファンディングも、まあ、成功しそうですしね、なんかやることをなすことをだんだん精度が上がってきたかなっていうのが10年目を前にして感じるところかなと思います。さあ、成功するために、3つのポイントを私は設定しましたけども、ね、皆さんいかがだったでしょうか。花井のもさんいかがですかね。私はまずはね、どこに行くのか目的を明確にしました。これからも目的は明確です。で、私はもう隠居になりたいわけなんですよ。で、隠居してますけども、さらに隠居するわけなんですよね。もっともっと人間関係を切って、そしてもっともっと情報をフォーカスしてですね、で、家族を豊かにするための情報にどんどん切り替えていくと。そこにはいくらコストをかけても構わない。そのコストってのはあるかって言ったら、もうすでにある。もうそういうふうなフェーズに入ってきましたんで、今どこを目指しているのかっていうのが目標ですよね。2つ目っていうのが、その目標に達するための理由ですよね。私は家族なんで理由っていうのは山ほどあるんですけども、まあ挙げるとすれば、私は先にいなくなるということですよね。だから豊かさを早く、確保しておきたいってことになります。3つ目は、どうしたらそこに行けるのかってことも、山ほど今方法があります。アフィリエイトやってもいいし、 FX やってもいいし、暗号通貨やってもいいし、どこにそうやっていけるかってことは、もうね、 YouTube を使ってもいいし、もういろんな方法が世の中にテクノロジー無料で、提供されているんで、その全てをね、網羅してるわけではないですけども、ほとんどのノウハウを使い切れてるんで、まあ、これはね、その方法をもうすでに十分に知っていることかなと思います。ただテクノロジーは進化しますんで、新しく生まれてきたテクノロジーに対しても新しくね、身につけていかないといけないかなっていうのがありますね。まあ、ですんで、まだまだ勝負は終わってないかなと思いますし、生涯現役でいるっていうのは生涯新しいことに取り組むことかなと思ってますんで、もっともっとね、考え方も新しくしないといけないと思いますし、今まで否定してきた自分にも挑戦していこうかなと思ってますね。はい、ということで、この成功するための3ポイント、これね、次回また深く掘り込んでいこうかと思います。まあ、花屋亮さんがね、設定する成功のポイントといいますかね、そういうのがあったらまたお知らせいただければと思いますけども、いかがでしょうか。では、いってらっしゃい。